東京に近いオペラ劇場ダナエの愛、ユピテル役の大沼徹です。あの音楽というか基本的なものっていうのはやっぱり交響曲もそうですけど、闇から光へっていう何かこの物事が問題が解決するというですね、経過をたどって、絡まっていたものがほぐれるという物事が解決するというような、そういうイメージが、あるんですね、僕の中で勝手に。でそこで考えると、やっぱり20世紀初頭に、新しい音楽、例えばジャズとかそういったものが、出てきて、彼もその自分の作る音楽というものにもしかしたら危機感というか、自分の作ったものが本当にこういわゆる文字通りクラシックなものに、古いものになっていってしまうんじゃなかろうかというところで、何と言いますか、とてもユピテルの音というのは、音楽というのはとても雄弁に雄大にこう本当にこう英雄譚というか、そういうふうな朗々と書かれているところが多いんですけれども、三幕の一番最後の部分になるとやっぱりどこか黄昏れてるんですよね。こう輝かしい声でフォルテッシモでパーンとこう歌い上げるというよりは、なんというか、日本語で言えばちょっと渋いっていうんですかね、古短というか、うまく言えないんですけど、そういう感じを受けると。ですからそうですね、もしシュトラウスがこのユピテルの役に自分を重ね合わせていたとするんであれば、彼の最晩年の、作品ではでもありますので、やっぱりこう老いていく自分というか、この世から消えていく自分みたいなものが多分投影されていたのかもしれませんね。東京に近いオペラ劇場ダナエの愛、今回は3回公演です。もう10月の2、3、4いずれの日でも構いません。どうぞ劇場の方にお運びください。お待ちしております。